皆さんこんばんは。レトロゲーム大好き、春木まりです。本日はですね、あるレトロゲームのちょっと変なポイント、おかしなポイントっていうところを紹介していきたいと思います。レトロゲームって発売されたのが昔だからっていうこともあって、結構不思議な世界観だったりとか、もう突っ込みどころが本当に満載で、そこがレトロゲームの魅力につながっていると思っているので、今日はあるゲームのそういうちょっと変なポイントっていうのをご紹介していきたいなと思っております。本日ご紹介するゲームはこちらです。ドナルドランド。こちらのドナルドランドは、あのマクドナルドのキャラクタードナルドが住んでいる架空の世界というのが舞台になっているゲームなんです。発売年は1988年、発売元はデータイーストさんになっています。ジャンルは横スクロールのアクションゲームです。まずはゲームのオープニングをご覧ください。はい、オープニングはこんな感じ。めちゃくちゃシンプルです。ドナルドランドのストーリーとしては、もうその時点で突っ込みどころが満載なんですけれども、平和な国ドナルドランドに恐ろしい悪魔軍団、愚門一族というものが訪れて、ドナルドランドが襲われてしまいます。その愚門一族にドナルドの仲間たちがさらわれてしまい、ドナルドはその仲間たちを助け、平和な国を取り戻すために戦うというようなものになっています。最初ね、買った時は、こう、マクドナルドが舞台だったり、ハンバーガーがメインで出てくるのかなと思ったりもしたんですが、全く関係ないというような世界観になっています。すでにここがツッコミポイント。はい、それではですね、私がドナルドランドで、ぜひここはツッコみたいと思っているポイント、まずは1個目です。ドナルドの使う武器が、なぜか、リンゴ爆弾。普通ね、やっぱりマクドナルドのキャラクタードナルドですから、ハンバーガーとかポテトとかそういうのをこう投げて敵をやっつけるのかなと思いきや、なぜかリンゴ、しかも爆弾を投げて相手を倒していくというようなゲームになっているんです。ではですね、ドナルドがリンゴを投げて敵を倒していく衝撃的な映像をご覧ください。ちょっとね、一瞬だったので分かりにくい部分もあったかもしれないんですけど、リンゴ爆弾を敵の頭にくっつける、頭に乗せるとその敵がリンゴ爆弾によって爆発して死ぬというようなシステムになってるんです。しかもですね、このリンゴ爆弾、ドナルド本人が当たっても特に、被害を受けることはありません。しかも自分がリンゴ爆弾に乗ってジャンプをより高くするというようなこともできるというような、まあ、ちょっとやっぱり不思議というか、もうなんか意味わかんないみたいな感じの設定になっていて、そこがちょっと個人的にはもうずっと気になってたツッコミポイントです。続いてのここが変だよと思っているポイント、こちら。ところどころにホラー要素が登場する。特にですね、切り株の顔がめちゃめちゃ怖いんですよ。なんでっていうぐらい怖い顔をしています。そしてマクドナルドなワールドなのにもかかわらず、後半は深くて暗い不気味な森の中を歩いていく。そして不気味の中で目を見開いてにやりと笑う木がいたりですとか、立ち止まってしばらく立っていると背景の顔つきの森の瞳が一気に点滅し始めたり、黄土色の手が襲ってきたり、とにかくめちゃくちゃいきなり怖くなるんです。まずはその笑う切り株、ぜひ見てみてください。こちらです。いや、乗った瞬間笑うのめちゃめちゃ怖くないですかこれ。しかも笑顔が全然可愛くない。なんでこんな設定にしたんだろう。まあよく考えれば敵なんで別に可愛いとかそういう要素はいらないんですけど、マクドナルドの世界観って考えるとちょっとここだけなんか異質だなというような感じはします。そして後半のですね、ホラー要素はぜひ皆さんご自分で興味があったらやってみてみていただきたいんですけれども、マジで震えます。なんでってなるし、めちゃくちゃ怖いので、ぜひぜひそこはちょっとご自身で見てみてください。はい、そして次のツッコミポイントはこちらです。ドナルドがめちゃくちゃ滑りやすい。これちょっとドナルドランドやったことある方はわかるって思っていただけるかなと思うんですけれども、ジャンプとかするときに
ジャンプの端っこ、口の端っことかがなぜかめちゃくちゃ滑りやすいんですよ。ジャンプをした、できたと思ってもすぐ落ちちゃったりとか、つるんって滑ってそのままシューンって落ちていくっていうのが、ちょっとドナルドランドの、謎というか結構難易度を上げてるポイントなんじゃないかなと思っています。本当ね、びっくりするぐらい滑りやすいんです。ちょっとですね、本当にゲームの腕前なんじゃないのと思っている方もいると思うので、実際にどのぐらい滑りやすいのかこちらをご覧ください。やばくないですか？だってこの映像を見る限り完全に片足乗ってるのに滑ってしまうんですよね。他のところでも結構ジャンプするシーンがあるんですけれども、もうね、とにかく本当に滑る。もうすぐシュンって落ちちゃう。なのでドナルドランドはもうこのせいで難易度が高くなってると言っても過言じゃないと私は思っています。多分ね、マクドナルドのゲームが出たんだって当時子供だった人たちとかは喜んでこう買ってやったと思うんですけれども、世界観も不思議だし、難易度も高いし、ホラー要素も急に出てくるし、もう愕然としたんじゃないのかなと想像ができるわけですよ。で、それを考えれば考えるほどちょっと面白くて、ちょっとクスッと笑ってしまうというようなゲームになっています。はい、もう一個だけですね、ちょっと私がどうしても言いたいツッコミポイントがあるので、今日はもう一個だけ、ここで紹介させていただきます。こちらです。敵にぶつかるとドナルドは死ぬのに、なぜか頭に乗ることはできる。なんでなんでしょうね。敵の頭に乗らないと次に進めないようなところもあったりするので、敵の頭に乗ることは必須なんですけれども、そもそも頭に乗る以外の方法でぶつかるとすぐ死んじゃうんですよ。なのでこの事実を知らない限り先に進めなかったり、もうこのステージどうしたらいいのみたいな状態に陥ったりしてしまいます。実際にどんな感じで頭に乗れるのかちょっと見てみてください。こちらです。こんな感じで優雅に、敵の頭に乗ることができるんです。で、敵の頭に乗ってから次の、騎士にジャンプするというようなステージもあったりするので、敵の頭に乗れるというのはドナルドランドを挑戦してみる方は必ず覚えておいていただいた方がいいんじゃないかなと思います。こんなドナルドランドなんですけれども、なんとエンディングも合計9パターンあったりとか、結構いろいろなお楽しみ要素も入っていたりします。あとですね、ドナルドランドは何よりもやっぱり BGM がすごく、素敵な作品になっているので、もうツッコミどころは本当に満載で、ツッコミきれないんですけれども面白いゲームなのでやってみていただけたら嬉しいです。それではちょこっとだけゲームの画面をお楽しみください。